1988年エジプトのカイロ。長い旅路の果てにジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが圧倒的な悪のスタンドパワーの前に仲間たちは次々に倒れていく。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。家庭や方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った死ねり。うるてめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。華教員、イギー、アブドゥル。仲間たちの尊い犠牲を乗り越えてジョータローは宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。ジョータロー、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、何でもね。
それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜け面。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。2001年のイタリア、ディオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。ギャング組織パッショーネに入団した彼は、正義を貫くため組織に反旗を翻した。そして何人もの仲間を失いながらも、ギャングのボスディアボロを激しい戦いの末に打ち砕いたのだった。フィンガー警告はしたぜ、スティッキー。あら、あれはまさかナランチャのエアロスミス。1999年の日本、 S 字森王町に住む不良の高校生東方丈介。彼は仲間たちと協力して森王町に潜む恐怖の殺人鬼吉良義景と戦い、これを倒すことに成功した。許せねえ。あ？俺たちを邪魔する野郎は許せねえ。ザ・ハンゴ。行くぞ、ハーミットパープル。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター。吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、医師仮面をめぐる二人の因縁の物語、全てはここから始まったのだった。1938年、ジョナサンの孫ジョセフは祖父の代からの宿命に導かれて柱の男と遭遇した。柱の男たちは謎の宝石エイジャの石石を求めていた。彼らが石石を手に入れれば、この世界は蹂躙されてしまうだろう。強大な敵に対抗するため、彼はセペリの孫シーザーと一緒に波紋の達人リサリサの下で本格的な修行を開始した。オレじいさん、邪魔だぜ、下がってな。2011年のアメリカ、丈太郎の娘空城ジョリーンは無実の罪によりグリーンドルフィンストリート刑務所に収監された。それは天国へ行く方法を求めるエンリコ・プッチの仕組んだ罠だった。プッチの野望を打ち砕くため、ジョリーンは仲間たちと共に刑務所を脱獄した。だがプッチはケープカナベラルの地でジョリーンたちを待ち構えていた。重力の向きを変化させるスタンドシームーンを伴って、あれは1890年アメリカ、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。車椅子の青年ジョニー・ジョースターは
鉄球を操るジャイロ・チェペリと共にレースに参加した。だがレースの真の主催者であるファニー・バレンタイン大統領の目的は北米大陸に散らばる聖なる遺体を集めることにあった。二人は遺体を狙う刺客たちを撃退しながらレースを続けるが、レースステージにおいて総取りを目論むバレンタインの教主によりジャイロが倒れる。しかし追い詰められたジョニーは友の残した鉄球を利用し起死回生の一撃を放つのだった。現代の日本 S 市もみじく森王町、突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。東方丈介と名付けられた彼は素性が判明するまで後見人の家に住むことを許されたのだった。これは呪いを解く物語。呪いは解かなくてはならない。何なんだあのばあさん。誰に呼びかけていたんだ。うわ、地震か。いや、地震じゃない。僕にはもう分かった。この感覚はなんだかわからないけど、急に冷や汗が出てきたわ。心に食い込むようなこの圧迫感、このどす黒い感覚。なに、これは。この気配はまさか。遺体は害悪なるものを弾き飛ばそうとする。だが同時に遺体は遺体と出会いたがっている。お前たちの持つ遺体が私の持つ脊椎部と反応してこの基本世界まで引き寄せてくれたのだ。やれやれだ。この目で見るまでは信じたくなかったぜ。ディオ！奴を倒せばジャイロが帰ってくる。行くぞ！アクト4！ それがバレンタインを追い詰めたエネルギーか？無駄！ゴールドエクスペリエンスレクイエム！無駄！お前が真実に到達することは決してない！スタープラッシュ！ボールー！何？生ちょろいぞ！無駄！ジョー太郎、こんなところにおったが。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。ん？どうかしたのか？いや、なんでもね。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜けずら。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。2001年のイタリア、 D
ディオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。ギャング組織パッショーネに入団した彼は正義を貫くため組織に反旗を翻した。そして何人もの仲間を失いながらもギャングのボスディアボロを激しい戦いの末に打ち砕いたのだった。スティッキーフィンガー警告はしたぜ。スティッキーボルまさか、ナランチャのエアロスミス。1999年の日本、 S 市森王町に住む不良の城太郎の娘空城ジョリーンは無実の罪によりグリーンドルフィンストリート刑務所に収監された。それは天国へ行く方法を求めるエンリコ・プッチの仕組んだ罠だった。プッチの野望を打ち砕くためジョリーンは仲間たちと共に刑務所を脱獄した。だがプッチはケープ・カナベラルの地でジョリーンたちを待ち構えていた。重力の向きを変化させるスタンドシームーンを伴って。あれは1890年アメリカ、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。車椅子の青年ジョニー・ジョースターは鉄球を操るジャイロ・チェペリと共にレースに参加した。だがレースの真の主催者であるファニー・バレンタイン大統領の目的は北米大陸に散らばる聖なる遺体を集めることにあった。二人は遺体を狙う刺客たちを撃退しながらレースを続けるが、レースステージにおいて総取りを目論むバレンタインの教主によりジャイロが倒れる。しかし追い詰められたジョニーは友の残した鉄球を利用し起死回生の一撃を放つのだった。現代の日本、 S 市もみじく森王町、突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。東方丈介と名付けられた彼は素性が判明するまで後見人の家に住むことを言う高校生東方丈介。彼は仲間たちと協力して森王町に潜む恐怖の殺人鬼吉良義景と戦い、これを倒すことに成功した。許せねえ。あ？俺たちを邪魔する野郎は許せねえ。ザ・ハンゴ！行くぞ。ハーミットパープル。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター、吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、医師仮面をめぐる2人の因縁の物語、全てはここから始まったのだった。1938年、ジョナサンの孫ジョセフは祖父の代からの宿命に導かれて柱の男と遭遇した。柱の男たちは謎の宝石エイジャの石石を求めていた。
彼らが石石を手に入れればこの世界は蹂躙されてしまうだろう。強大な敵に対抗するため彼はセベリの孫シーザーと一緒に波紋の達人リサリサの元で本格的な修行を開始した。おれじいさん邪魔だぜ、下がってな。2011年のアメリカ、1988年エジプトのカイロ。長い旅路の果てにジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが圧倒的な悪のスタンドパワーの前に仲間たちは次々に倒れていく。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。家庭や方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った。死ね。うるてめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。家教員、イギー。アブドゥル。仲間たちの尊い犠牲を乗り越えてジョータローは宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、
次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。